ご来場の皆さん、ホーム側コーナー付近にご注目ください。ワクワク感を教えてくれた選手です。力強いボールダッシュにいつも轟きは大きな拍手に包まれました。いつか轟きに帰ってきて秋との一対一が見たかった。武岡優斗の新しい人生がスタートします。お疲れ様でした。たくさんのワクワクをありがとう。引退おめでとうございます。それでは竹岡さん、サポーターの皆さんへご挨拶をお願いします。皆さん、ただいま。今回はこういった機会を設けてくれた、フロンターレに本当に感謝したいと思います。僕自身、このフロンターレで、守備で、スタジアムを沸かす人間になるなんて思ってなかったので、本当に今思い返してもすごく素晴らしい思い出です。みんなが僕自身の1対1で沸いてくれる瞬間が本当に好きでした。そういった文化を驚きに自分スタートで根付かすことができたのは本当に幸せに思います。少しこれからの話をしたいのですが、僕自身、一般企業に勤めてます。また違った新しいチャレンジをしていこうと思うので、これからも応援してほしいと思います。その企業は、僕自身膝を4回手術していることもあって、セルソース株式会社という再生医療の会社です。たくさんの人々の手助けになりたいと思ってその会社に入りました。形はまた変わるかもしれませんが、皆さんに少しでも手助けすればと思うので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。それではラストキックセレモニーの準備をお願いします。それでは、轟きでのラストシュートをお願いします。
この後、竹岡さんはスタジアムを配信いたします。皆さん、温かい拍手をお送りください。